指が。突然食っちまってやっぱ怒ってるだろユミル、何が、何しているの。私たちはあなたとエレンを助けに。助けなくていい。このままじっとしてろ。私はライナーとベルトルトについていく。お前もだ、私と来い。この壁の中に未来はねえんだよ。いいか、ヒストリア。壁外はそんなに悪いところじゃない。お前のことを生まれてこなきゃよかったのに、なんて言うやつなんかいないしな。そりゃ巨人はそんなこと言わないだろうけど、すごい勢いで食べようとしてくるじゃない。誰にでも短所の一つや二つはあるだろう。そこさえ目をつぶれば割といいやつらなんだよ。ユミル、言ってることもやってることもめちゃくちゃでわけわかんないよ。やっぱりあなたはライナーとベルトルトに脅されているのね。逆だ。そうなんでしょ、ユミル。私も一緒に戦うから、この手を離して。事情があって話せないことがあっても、何があっても私はあなたの味方だから。ユミル、見ろよ、調査兵団がすぐそこまで追ってきてる。すぐに逃げていれば僕らはもっと早く逃げられたはずだ。無茶してクリスタを連れてきたからきっと追いつかれる。ああ、ユミル、僕らは何のためにここまでしたんだよ。また気が変わったのか。今度は自分のためにクリスタをこの壁の中に留めるつもりなのか。どうなんだよ、ユミル。ユミル、早くこの手を離して。ダメだ。ヒストリア、正直言うと、お前をかっさらってきた理由は、私が助かるためなんだ。私は昔、こいつらの仲間から巨人の力を盗んだ。こいつらの力は絶対だ。このままじゃ私は殺される。でも、お前を奴らに差し出すことに協力すれば、私の罪を不問にしてくれるよう、こいつらが取り合ってくれると言った。お前が壁の秘密を知るウォール教の重要人物だからだ。私の生まれた家と関係ある？ああ、ある。この世界の状況が変わった時、お前といれば近い将来保険になると思っていた。私は、あの塔の戦いで死にかけて、もう心底嫌になったんだ。死ぬのが怖い。何とかして助かりたいって。ただ情けなくて、お前のため、みたいなこと言ったけど、本当は、全部私のためだ。頼むよ、ヒストリア。私を。言ったでしょ、ユミル。何があっても、私はあなたの味方だって。